したのは札幌岡村大八です。岡村選手とユンカーマッチアップしましたけど、はい、このゲームはやっぱ多くなりますよね、そこでどちらが起点を作るか、まあ、作らせないさあ裏にユンカーが抜けてくる。ユンカー1対1決まった。前半30秒にならないところ、名古屋先制1対0。キャスパーユンカー今シーズン8ゴール目、ファーストチャンス。この弾いた後ですよね、これちょっとクリアうまくいかなかったんですよ。その後拾ってワンタッチで背後ですから、永井選手のパスも良かったですし、この落ち着きですよね。この米本選手が粘って、この永井選手ワンタッチで背後逃げてましたし、コントロールからの得意な左足に持っていきながら、菅野選手の動きを見て冷静にファースト、これチャンスで確実に決めますよね、はい、この辺りがストライカーですから、